日米通算4257安打、金字塔を打ち立てたイチローに、米メディアの反応はどうも様々だったようだ。イチロー自身、この日の試合後の会見では、ここにゴールを設定したことがないので、実は、そんなに大きなことという感じは全くしていないと話し、日米合算の記録の捉え方について、ピート・ローズが喜んでくれてれば全然違うんですよ。それは全然違います。でも、そうじゃないっていう風に聞いているので。だから、僕も興味がないっていうか、と話していた。この記録を、米国内ではどう伝えたのか。主なメディアの論調は、米紙 USA Today 電子版。その歴史的安打がこちら。いささか拍子抜けだと、4256安打目、捕手への内野安打の動画を紹介しながらも、ローズとの比較では、プレーのレベルの向上によって、ローズが1960年代初頭に対峙していた投手たちよりも、イチローが1992年から2000年にかけて向かい合った投手たちの方が良い投手だったと議論するのは妥当だ。ローズよりも3歳若く、キャリア通算4256安打を放ったなどと評価。どちらも優れた選手だと結んでいる。イチローは、今は世界の頂点にいる。米紙ニューヨークタイムズ電子版。イチローとローズの通算成績とで、打席に対する安打数、イチロー14339打席で4257安打、ローズ15890打席で4256安打で大きな差があることを指摘。また両者とも野球人生が長いこと30人目となるメジャー通算3000本安打に関して、他の達成者は全員が23歳までにメジャーデビューを果たしていることなどに言及しながら、イチロー鈴木がピート・ローズを抜く。米紙マイアミヘラルド電子版。イチロー鈴木は今や世界の頂点にいる。まあある意味ピート・ローズの賛否に関わらず、イチローのキャリア安打の節目は祝福すべきとの記事を掲載。ローズとの比較については、彼の記録ではなく彼の合計を超えた記録は依然としてローズの手にとどまるが、イチローが彼と同等かそれ以上のバットマスターではないかという全ての議論がそこに存在すると伝えている。地元中継テレビ局、地元テレビ局 FOX フロリダは安打のたびにカウントダウン。ローズに対するイチローの謙虚な姿勢を紹介しながらも、記録を抜いた瞬間は実況が、偉大な記録を達成したイチローがスコアボード上に映し出されています、ローズの記録を塗り替えましたなどと絶叫しながらレポートした。一方、敵地サンディエゴの FOX スポーツサンディエゴは、実況が個人的に重要だと思うことはメジャーで何をするのかということで、3000安打達成についてですとの見解を示している。イチローにとってはこれらのメディアの評価よりもピート・ローズからの嬉しい一言が重要だったのだろう。そんな日がいつか来てほしいものだ。